As usual。 意味は分かりません。すいません、ちょっと調べてきていいですか。 As usual。 意味はいつも通り。うん、なんかもともと意味知ってましたよ感満載で言ってるけど、すぐスマホで調べてきたからね俺。今回はですね、こちらのゲームをやっていきます。 As usual。 ゲームとしては男の日常をただひたすらに眺めるっていう感じの内容なんだけど、その中にメッセージがいろいろ隠されてるっていう、グロテスクな表現とかもあるんだって。考察系のゲームなのかな。もうなんかちょっと雰囲気がいいよね。やっていきますね、ニューゲーム。すごいマシンガントークしてる。今日もずっと息もつかず喋り続けてたな。ここは静かだ、俺はうるさいぞ。ここは静かだ。あのごめんなさい、ゲームパッドが使えないんでキーボードで操作するんで、ちょっとカチカチ音を言ったらごめんね。何も変わらない生活、変わらない風景、何も知らない。いつもの鳥がどこかへ飛んでいく。私はそれを眺める、そのお前を俺は眺めるってことなのかな。日常、あ、そういうことか。日常のお話ってことなのね。だからAs usualなのか。どうかこの穏やかな日々が続きますように。絶対続かないのよそんなこと言ったら。おー、始まりました。この主人公は男なのかな。なんかお前ハリーポッターに出てきそうな格好してんな。すごい、お前ハリーポッターに出てきそうな格好してんね。下はメニューなのか。これは何をすればいいんだ。とりあえず調べれるものを、俺いろんなもの順番に、左上から順番調べてっか。これはエンターでいいのか。あ、まず顔を洗います。なるほど、なんとなく分かった。下のはメニューとかじゃなくて、自分のやることとかやったことに対してのタスクみたいな感じなのかな。これは妻と娘の写真と、割と重いのか。なんかハリーポッターみたいに、なんかハリーポッターに出てきそうな格好してんなって言ったけど、そんな感じのボケいらないのか。結構重い話なんじゃないか。どちらももういない。妻と娘がいなくなった理由とかもあんのかな。これもしかしたら主人公がさ、いや、のパターンもあるよね。妻と娘よのパターンも。ここに来て何日が経ったかを把握し、最低限の食事をとり、早顔を洗い、妻子に思いを馳せ、錠剤を流し込み、錠剤を流し込む。なんか精神的なことがあったってことなのかな。なんかあるね。うってなったもんね、今。頭押さえてるもんね、顔、額に N って出たんじゃないの？もう、それだったとしたら、もうまんまハリーポッターよ。あらゆるものを私から遠ざけ、草をむしり、薪を割り、暖炉にくべ、夜間で湯を沸かし、体を拭き、眠る。まあまあやること多い。まあまあ多いね。俺もう一人だったらもう、いやもう今までのなんか巻き終わりとか全部の工程カットして最後だけよ。眠る。それだけで俺だったら済んじゃうかもしれない。永遠と眠る。まあでも寒いのかな、巻き終わるってことは。今日も、いつも通りに。いつも通りっていうのがなかなか難しいんだよね。で、人間何かしら刺激だったり変化っていうのを求めるから。これは何なんだろう。なんか錠剤を流し込むとも言ってたけど、これは錠剤を流し込んでるのか。下のちゃんと見とかなきゃいけないな。どういうイベントが起きてるってことなのか。今日で11日目。もう11日経ってんだ。今日もいつも通りに。いいな。ちょっと今日もいつも通りにっていうさ、俺なんか座右の銘とかにしたくなっちゃうな。今日もいつも通りに。いつも通りに行かないんですけどね、俺全然。いつも通りにっていう、まあ、ゲーム実況のいつも通りっていうのも普通の人からしたら日常でも何でもなく刺激しかない日々かもしれないんだけど、薪をくべないと火はつかない。まあ12年も実況やってるといつも通りになってしまうんだよね、そういうのが続くと。ちょっと今それっぽいこと言おうとして全然言えてないですね。この薪はしけっていて役に立たない。薪を割らなきゃいけないってことなのか。おー、これはなんだ、何を思ったんだ、何を思ったんだ。下何のマークだった、みんな。ねえ、
下何のマークだった今。ちゃんと見とかなきゃ。体洗いとタオルだ。お湯で体を拭くときに使う。これお湯沸かさなきゃいけないのか。冷たい水が入ったやかんだ。湯を沸かすには火をつけないと。あーなるほどね。まず薪とかを割らなきゃいけないのか。洗濯をするなら外に、あこれ外に行くんだ。地下みたいな階段で外出るんだね。これで、あ鳥がいるぞ。調べることはできないのか。先に洗濯物を片付けよう。 OK、 こっちで片付けちゃうか。洗濯物し、いやいいね。でもなんかさ、ちょっと都会から離れてる感あるじゃん、こういうのって。憧れる。俺もいつかこういうところで生活してみたいなっていう感じはあるわ。ただ結局便利さを求めてね、それなりに便利な田舎っていうのを選ぶね。何それなりに便利な田舎って、もうそれ田舎じゃなくない。洗濯物を片付けはしないのか。これ調べれんのかな、鳥は。こっちか。お、何してんだ。なんだそのしょうもない遊び。引くほどしょうもない遊びすんだよ。木揺らして鳥を飛ばすって、お前なんか最初オープニングと言ってること違くないか。いつも知らない鳥を眺め、そいつが飛んでいくの俺は見てるみたいな。お前が飛ばしてるぞもはや。しかもその木でよくこんなに太いの、その木じゃないね、その手でよくこんな太い木揺らせた。もうやるなやるな、もういないんだから鳥。怖い人に見えんのよ。あんま触れちゃいけないかなみたいな人たまにいるじゃん。お、割れんのか。あ、うまいね。もう11日も経ってるんだったら慣れてきてんのか。で、これで薪を手に入れたと。で、あとは何をすることなの。あの上もなんかちょっと気になるよね。薪は調べれないのか。ここは？お、飛行機が飛んでる。あー、マークと絵が揃ってんだね、似たような。今調べてるやつが下のマークに似てんな。あれは飛行機だろうか。飛行機だろう。逆に飛行機以外だとしたら怖す。待って、そういう可能性あるの。なんかそうだよね、おかしい世界に来てんのかなこれって。いつも日常の世界に見えて、主人公が理想としてる世界を見てるだけで、実は本当の世界は違うとかあんのかな。ここはなんかするわけではないのか。あ、下下下下下。そんな隅行く、そんな右隅行く。あ、全部終わったのかこれ。あ、草むしりをしたってことなのね。戻りまして、薪持ってんのかな俺。薪持ってんのか。ちょっと待って、これ薪入れれんのか。ここで薪、あ、薪持ってる。わ、いいね。なんかちょっとこうやって一つ一つやることは単調なんだけど、これがいつもの日常っていうやつなのか。でもなんかいいな、別に日常なんかいいな。波のない、刺激のない生活っていうのも味わってみてえわ。で、カナダライトタオルだから、まずお湯を沸かしたいんだよね。このまま入れていいのか、ここに。あ、いいな、良さそうだな。で、お湯を沸かしまして、待ってます。沸くの早くない？何その炎。炎6000度ぐらいあんの？ものすごいスピードで沸けるな。もうケトルより速いやかんってすごいな。売れるだろうな。で、沸かしまして、で、この湯で調べまして、おー、やめろ、死んじゃう死んじゃう死んじゃう、冷ませ湯を、死んじゃうって。今もう体に直接かけたよね。やけ、死んじゃうって。イカれてんの体温。お前皮膚いかれてんの、もしかして。早す、あ、そっか。でも時間から言ったらそんなに沸かしてない状態でもう取ってたもんね。そう考えたら別にちょうどいいぐらいなのかな。で、これは明日の洗濯物。え、あと見る感じ食事マークか。食事マークがあるね。これでご飯を食べるって感じなのかな。あ、オッケーオッケー、お肉を食べてる。これなんなん、お肉じゃないのか、これパンなのかな、もしかして。で、小食。胃ちっちゃくなった、やっぱり年齢とともに。小食だね。なんかパン一切れぐらいしか食ってないけど、まあそれがいつも通りだとしたらもうちょっと食べた方がいいかもしんない。あと、このマーク何。今日もいつも通りに、それが私の唯一の平静。このさ、左のマークは何なんだろう。あ、歯や顔を洗いっていうことは、歯、あ、歯を洗うのか。眠る、今日もいつも通りに。これ歯を洗うってこと、これさ、洗面台なの。あ、歯洗ってる。歯洗うって言わないな、歯を磨くだな。歯磨きまして、今日はもう
やることがない。ベッドに入って明日を迎えよう。まあ丁寧になんかさ、周りの掃除だったりしてる割にはなんか床の掃除、ほこり、床の清掃とかしなくていいの？そういうのって掃除機はないかもしんないけど、クイックルワイパーを発明した方がいいんじゃないか。で寝ますと。はい、この日常を見ていくだけのゲームなのか、ちょっとずつ日常に変化現れる。あー、これ日常に変化現れるタイプのゲームだね。多分ちょっと変わってるんじゃない、次の日になったら。私は変わらない日々を、日常か、変わらない日常を願っている。何も変わらない生活、変わらない風景、名も知らないいつもの鳥がどこかへ飛んで、それでいい。薬の効き目は多分あるのだろう。世界はいつも通りなのだから。何を、おっ、ん？変わってんね。多分見てる皆さんは一切気づかないと思うんで、私ちゃんと見てたんで変わってるところいますよ。壁と床に謎の亀裂が入ってない、これ。入ってない、これ。なぜ何も言わん、入ってるだろう。昨日はこんなのあっただろうかみたいなこと言え。絶対入ってたよね。なんか俺だってさっき床の掃除しなくていいのって言った時、めっちゃ床綺麗だなって思ったもん。はい、って俺が間違ってる？これ、俺が今恥ずかしいこと言ってる？木をもともとあったよみたいな、すっごい恥ずかしい。なし、今のトーク聞かなかったことでいいです。入ってない可能性があるんで。あ、でも一応入ってたパターンも言っとくか。ほら入ってるじゃん。何を、どんなトークの仕方してんの俺。何ほら入ってるじゃんって。どんなトークの順番言ってんだ俺は。まず顔を洗って、あ、顔を洗う絵なのかこれで。カレンダーマークと歯磨きマーク。あ、もう歯磨きも先にしちゃって。まあそうだね、朝起きてまず歯磨きで、さっき朝起きて歯磨きしないで速攻ご飯行ったもんな。口の中汚かったんじゃねえか。で、殺されたんだ。これ誰に殺されたんだ。妻と娘は殺された。変わりゆく世界に殺された。やっぱ世界に何かが起きたって話なのか、それとも主人公がちょっとおかしくなっちゃって、どういうことなんだろうな。まだわかんないな。ここに来て何日が経ったかを把握し、最低限の、待て待て、聞いた。あ、それ、あ、でも頭痛いよね、頭痛い、そうなっちゃうよね。あらゆるものを私から遠ざけ、草をむしり薪を割り暖炉にくべ、夜間で湯を沸かし体を拭き眠る。今日もいつも通りに。で、これ、あ、これは毎日見るんだね。でもさ、そうやって変わらないことをしているだけの毎日っていうのを求める人もいればさ、それが嫌っていう人もいるわけじゃん。どっちが正解とかないからさ、まあその人の人生って難しいもんだよな。どうなんだろうね。何も変わらないままさ、年を取っていき、そのまま自分が死んでいくっていうことがいいことなのか悪いことなのかっていうの分かんなくない？まあその人が楽しければいいか。結局そうなっちゃうね。人の人生に口出すような人間ってさ、なんかろくな人じゃねえと思うわ。急なディス。いや、まあ楽しくしようとしてアドバイスするとかいいかもしんないけどさ、なんか人生こうした方がいいよみたいなさ。ごめん、なんかってなんか急に息吸っちゃった。いや、なんかそういうこと言ってうるせえバーかと思うわ。今日で12日目。今日もいつも通りに。このいつも通りっていうのが難しいんだよな、きっと。薪をくべないと火はつかない。まあとりあえず他の作業できることから、この部屋でできることやっちゃうか。はい、今日も食事をとります。一日一食か。しかも一食の量がさ、もうとんでもなくすっくね。で、横のチーズとパンなのかな。チーズとパンすっくねえな。小食にも程があるって。そのままいくとちょっとエネルギー足りなくなっちゃうから、肉食った方がいいんじゃねえか。で、ここの後できることないよな。あ、洗濯か。洗濯物持って、行っちゃおう。これで、お、なん、ん？なんかトマトみたいなのがあるぞ。なんだこれ。先に洗濯物もの前に先じゃない、こっち。洗濯物先に片付ける前に先こっちじゃないのか。まあ、とりあえずこいつがそう言うならまあいいか。洗濯物を、あ、そっか。昨日干してたやつを、カゴに入れて、で今日の分、これ何の洗濯物な思うけど、
俺お前の日常見てる感じ何も使ってないと思うけど、タオルとかそんな着てた？いろいろそんな黒とさ、なんかこんなシャツとタオル着てた？溜めてたのかな？10日も11日もこれ何のタオルなんだろう。お前の感じ全然、だって服も着替えてないじゃん。ずっとハリーポッターに出てくる格好してるからさ。でこれなんだろう、鳥な。いつもの鳥はもう飛ばないようだ。日常の一部だった彼。そうだよね、毎日飛んでいくのを眺めてるって言ってたもんね。せめて眺めのいいところに。あー鳥さん、あ、本当だ。わ、鳥さん。あーなるほどね、いつもの日常が少しずつ崩れていってるんだこれは。だったら鳥さんを先に、これ上に行けばいいのかな。ここら辺なのかな、供養するとしたら。この辺でいいだろうか。うん、この刺さってるさ、木一本と赤い犬群、その鉢巻きみたいなのは何なんだろう。うん、いいね。でもいつもの日常の鳥がいなくなってしまったんだね。彼も変化に殺されてしまった。何に殺されてんのかが全然わかんないんだけど。死の間際、その目は何を見たのだろう。いや俺の実況とは思えないほど深いのよ、ストーリーが。俺の実況って大体あやーおるいやーうーみたいな、ただのおバカテンションで進んでいくのが多いからさ、すごく深いのよ。できてる？みんなうちの視聴者ついてこれてるかな、この考察系のゲームに。なるほどね、もしかしたらこうなんじゃないのかなみたいな考察できてる？わかんねえみたいな感じで。お前らバカだからな、お前らめっちゃバカだからな。はい、次いて。また飛行機が飛んでんな。これもいつもの日常なわけでしょ。あれは本当に飛行機だろうか。飛行機じゃない、飛行機じゃない、飛行機って、飛行機じゃないね。いや飛行機じゃない、飛行機って、でも飛行機じゃない頭おかしくなるわで草むしりします。この日常に少しずつ変化が訪れてるっていうのを俺は気づく。ちゃんと、あ、でもこのさ、このマップもこのエリアもさ、なんかさ起きてんのかな、もしかしたら。で薪を割りまして、よっこいしょ。でこれも変わらずいつもの日常で戻っていけばいいのかな。薪を手に入れた、戻ろうか。まあ一個変わったとしたら、まあ二つか、鳥さんが死んじゃったのと、この床と壁の亀裂、これ入ってたよな絶対。でここで火をつけまして、やかんか、やかんで、鍋やかんですね、鍋やかんを取って沸かします。こいつなかなか早め、1、2、3、4、いやでも水よ、ほぼ多分それ水だと思うよ。ちょっとあっちっちぐらいになった水、いやもう水よそれ、ぬるいとかでもないと思うけどね。で入れまして、ジューって言ってる。もともと入ってたのお湯なんじゃないかぐらいジューって言ってる。でお着替えをすると、で体を洗うシーン、ここいちいち暗くしなくていいの。なんでセクシーシーンはちょっと想像してくださいみたいな感じの演出してるんだ。ちょっと裸のシーン想像して、ああみたいな感じにならんから。俺も今日はもうやることがない、ベッドに入って明日を迎えよう。こいつの一日みっじけ、こいつの一日みっじ、ほぼ寝てるじゃん。寝てる19時、いや22時間ぐらい寝てるんじゃないか。今の工程全部で2時間ぐらいで終わらないか。いやそんなにもかが23時間寝てんじゃねえのか。すごいな、寝るのに疲れてまた寝るみたいな生活になってる気がすんな。そして3日目になった俺からしたら、でもこれ薬の絵か。なるほど、錠剤を飲んでる絵なのね。また変わっていくものは恐ろしい。世界はもうかつての世界ではなく、妻と娘はそれに殺された。世界に殺されたって言ってるよね。世界に殺されたってどういうことか、みんな一旦議論しよう、ディスカッション、ディベートしよう。世界に殺されたって何ですか。認めたくない、理不尽だったってことか。認めたくないって言ってんのは、何も見たくない。
薬は残り少ない。現実を見てしまったとき、私はどうなるのだろうか。何のこと言ってんの？なん、おい、変わって、おい、はい、はい、はい！言わせてもらおう、ここに来て伏線回収のワードを。ほらね、ここおかしいしょ？なんか亀裂でっかくなってるし、あ、上にいたって壁なんか開かない？壁赤くなってない？世界に殺されたいつもの日常をひたすらに求めているけど、そんな日常はもうないってことなんじゃないかい？多分この男が喋る言ってる内容からするとそういうことだよね。わ、なんかシンプルの2つのさマップしかなくて、やることもさ同じ単調なことなのに、ちょっといいね、こんなに考察してる面白さが出てくるんだな。少しの変化を与えるだけで、これは皆さんにも言ってますよ、いつもの日常、少しの変化を与えるだけで面白さが出るっていう。そういえば薬のせいか、ここに来た時の記憶は曖昧だ。妻や娘の葬儀はどうしたのだったか。二人の亡骸の重みは覚えている。なぜ？どこかに運んだのか。ああ、なるほど。世界に殺されたって言うけど、亡骸は男は確認してるし、重みを確認してるっていうのは、まあ亡くなった妻への思いっていうものもあるし、まあそういうことなのかな。重さもあるのかな。普通にどこかに運んだって言ってんのは。Come on, Daddy. You know.怖っ。でもなんか今、二人、妻と娘じゃないか。Come on, Daddy. You know. You know? あなたは知ってるってこと？ダディってお父さんって言ってんのか。え？なんかちょっと怖さが出てきたな。本当は覚えているよね。Come on. 何？ You know. やっぱこの男がって思っちゃうね、こんな言い方すると。どういうことなんだ。ちょっと男の怪しさが出てきちゃってんな。ここに来て何日が経ったか、ずっとここのセリフは一緒なんだな。最低限の食事をとり、歯や顔を洗い、妻子に思いを馳せ、錠剤を流し込み。なんて？なんか言ってた。これ多分奥さんなのかな。妻と子供が出てきてるから、このゲーム内の登場人物は。で、さっきの声、二人は絶対妻と奥さんだよね。妻と奥さん一緒だ。妻と子供だな。あらゆるものを私から遠ざけ、草をむしり、薪を割り、暖炉にくべ、夜間で湯を沸かし、体を拭き眠る。今日もいつも通りに、いつも通りに行かなくなってきてんのよ。今日で13日目。いつまでいつも通りでいられるんだ。うわ、深いなあ。いつも通りを求めたい人たちも、いつまでいつも通りでいられるかなんて分かんないからな。皆さん、いつも通り、平常、日常っていう大切さを分かってくださいね。なんか、うん、なんか説教してる男急に出てきましたけど、キヨっていう急になんか偉そうな、いつも通りっていう大切さ分かった方がいいよっていう急にうぜえやつ出てきたけど、分かってくださいね。これは薬を飲んでるっぽいね。でももう錠剤は残り少ないって言ってたもんな。で、ご飯を食べる。あ、食前の薬のタイプなのかな。食後じゃなく食前のタイプなんだね。 Are you hungry? 何？なんだかハングリーって言ってた。お腹空いてるってなんか言ってたよね今。あ、本当にパンとチーズだった。パンとチーズから妙な匂いがした。さすがに古くなってきたのだろうか。いや、そりゃそうでしょ。常温、しかもさ、暖炉で火もつけてるわけでしょ。そう、常温でも、いや、腐るでしょ普通に。冷蔵庫ないし、ここ。もう一回食べる？なんか言ってたよな。食べないんかい。お腹空いてないのか。食べろ食べろ食べないんかい。で、その小食スタイル何？その小食にはもう自分としてのポリシー、プライドがあるってこと？じゃあこれ持ってきまして、あ、歯磨くの忘れてたな。お前歯磨いてね、今口の中なん、おい、なん、うん、あ、あ、おかしいね。もうちょっとの変化じゃなくて、え、鳥、え、え、何あれ。お尻みたいなやつが飛んでるっていうか浮いてるっていうのは、あれ何なのこれ。枝に止まってんのか。調べることができない。待って、一旦洗濯物を、まずは、でもこのさ、洗濯する、いや絶対おかしいって。ホースからなんか小腸みたいなやつ出てんだから、
何も違和感なく、何も違和感なく干すな。色ついちゃうぞ。赤く色ついちゃう。同じ服しか持ってない。同じ服しか持ってないな、こいつ。待って、これ調べれないのか。なぜ調べれない。明らかに変化している日常の部分が調べれないとおかしくないか。で、これまず草むしりしまして、ここは変わんない。待って、薪もなんか赤くね。なんか薪赤くね。でも薪赤い。あ、今日は違う、いつもと違う木なのかな。いつもよりちょっと高い木使ってるって感じなのかな。そういうことなのかな。低脂肪牛乳安めみたいなやつじゃなくて、ちょっと高めの美味しい牛乳買ったみたいな感じにしてんのかな。そういうこと。こう薪割ります。赤っ。なんか、木赤っ、赤いって。薪を手に入れた。でもいつも通りの日常っぽいな、ここは。なんかいつもとは違う薪だとか言わないもんね。で、鳥さんやって、ここにいる彼ももしかしたら本当は鳥ではなかったのかもしれない。いや、鳥よ、鳥たちよ。鳥の歌、杉田香織よ。こんな杉田香織の鳥の歌なんてね、多分見てる人のほとんどに伝わってないですよ。一応調べてくださいね、杉田香織スペース鳥の歌って。だが私は古い美徳に従って手を合わせる。そんなものもう何の意味もないのに。何のことを言ってるんだろうね。でも鳥さんを調べるマークがあるな。鳥ではない。手を合わせるっていう行為も日常的だったってことなんだよな、きっと。そして飛行機じゃないね。明らかに飛行機じゃないね。飛行機みたいな音だぞ、あれ。何、本当は知っている。飛行機などもう飛ぶわけがないのだと。あれは飛行機を食い尽くして寄生した肉の塊。きっとそんなところだろう。寄生獣ってことか。それこそ寄生獣がこの世界にやってきて全ての日常を崩した。そして妻と子供はやられたってことなんじゃないか。今の見た感じ、飛行機を食い尽くした寄生肉の塊。でも音は飛行機だったね。飛行機であろうとはしてるのかな。もう寄生獣みたいなストーリーになってきてるけど。で、これ鳥さんは調べねれんのか。今は何かできんのか、これ。あ、調べれる。木揺らして、あの薬は慣れる。そうだ、もう効き目はないのだろうか。目を開き、すべてを認めなければならないのか。これはどっちかわかんないけど、今の状態での私がやった考察で言いますと、やはりさっきの通り何かがこの世界にやってきたと。まあ肉の塊、寄生獣だね。いわゆる寄生獣的な存在がこの世界にやってきて、すべての世界を壊していって日常を壊したと。で、その世界から目を背けるための薬だったんじゃない？違う薬だったけど、効き目が出なかったりもう少なくなってきたことで、本当の現実を今この男は見ようとしてるんじゃないかなと私は思います。ちょっといいとこ行ってんじゃねえの。それなりにいい考察してんじゃねえのって思うけど、これで全然違ったらちょっと恥ずかしいなとは思う。これ夜間を、もうここまで来たら歯磨き最後でいいか。はい、でここでお湯を沸かします。ちょっと10秒ぐらい沸かさない？今日は1、2、3。あ、短くなってる。なんだったら3秒にしてる。もうお湯である必要なくない？で、サービスシーン、皆さん、ちょっと待って、なんか赤くない？なんか赤くない？今日のお湯赤くない？赤いって言ったらもう血になっちゃうけど、今日なんか入れた入浴剤入れたのかな。なんか赤くなる入浴剤入れたってことでいいのかな。そんなちっちゃいなんか桶みたいなのに入浴剤入れるやつ初めて見たけど、何かがおかしくなってんな、確かに。で、最後は歯磨きをしよう。これそろそろ分かってきそうだね、どういう展開、どういうストーリーだったかっていうのが。今日はもうやることがない。ベッドに入って明日を迎えよう。逆に言うと10日目まではいわゆる偽りの日常は過ごせてたわけなんだよな。お休みしようか。服パジャマとか持ってないの？
そのマフラーしたまま寝るやつって薬の数が減ってる。薬の数がもう1個、これもうないってことなのか。でも瓶の中にまあ1個は残り1個ってことか。じゃあどうなる。私は何から逃げているのだろう。不明な生命体により。やはりね、突如訪れたんだな。日常が急に崩れたってことだ。不明な生命体により変わってしまった世界から、妻と娘の理不尽な死から、目をそらし続ける自分自身から、妻と娘が私を責める声がする。薬はもう効いていないのかもしれない。日常を日常として見られているのは、ただ私が盲目であろうとしているからだ。まあ妻と娘を助けてあげることができなかったっていうのは、その不明な生命体にやられたってことなのかな。そういうことではない。ごめんな、お前を疑ってしまって。お前が妻と娘やったんじゃねえかって最初もうほぼ 100% の確率で思っちゃったわ。だがそれももう限界なんだろう。お、あ、一気に来た、一気に来たよ。いや、ツッコミどころ満載、一気に来るね。でもこれが本当の日常であり本当の世界なわけなんだろう。そういうことなんだよな、これ。なるほどね。今まで日常だと思ってたのは本当ではなく、こっちが日常なんだよな。ただ何も、顔を洗うな。なんか変な小腸入っちゃってんだから、そこで顔を洗うな。妻と子は生命を得た車に殺された。うわ、何その存在。普通に車の事故とかじゃなくて、さっきの飛行機を食い尽くして寄生した肉の塊みたいな、一緒だよな。それと車を寄生している謎の生命体ってことだよな。死の間際、妻は私にこう言った。私をお墓に埋めないで。その墓石が私を食べないって保証がある。ああ、もう、うわ、まあそういうことだよね。もう日常ではない、壊れた世界になってるわけだもんね。もう墓石もおかしくなっちゃってる可能性もあるもんね。生命、墓石、生命を得る墓石っていう普通じゃ考えられないものが出来上がってしまうわけでしょ。その墓石が埋めてるはずの妻を食べてしまうっていうのもありえんだもんか。うわ、なんか難しいけんし怖いけど、ちょっと面白さ、興味が湧く。死の間際、娘は私にこう言った。私をお墓に埋めないで、パパの手で燃やして消し去って。うわー、もうこの世界で、うわー、難しいなー。でもそのパパはそれはさすがにできない。なー、誰？え、誰？ちょっと待って、一回薬飲むか。最後の薬だ。最後の薬を飲んで、ちょっとカレンダーいつもの確認しますね。今日で14日目。目を開くべきなのか。ああ、アペット調べてなかったっけ。このまま逃げ続けて何が残る。妻子がいて、空は晴れ。鳥が飛んで。そんな日常など、とっくに崩れているのに。ああ、日常が崩れ始めて十何日目とかなのかな。それともまあここに来て十何日目なのか。ごめん、ちょっと最初の方しっかり覚えとけばよかったな。もう薪で、薪入る、これ薪食べちゃうんじゃないこいつ。そしてここか。食事は？おはよう、あなた。お腹が空いたでしょ。約束通り最後まで処分してね。奥さんを食べてたってこと、今まで少しずつ。だから最後の日、最後の日とか昨日か、なんかパンとチーズが少し違うみたいなこと言ってたのか。得体の知れない化け物に食われるくらいなら、 I love you more than anyone. I love you. どうか愛するあなたに。
わあ、なんかちょっと悲しくない？なんか悲しくない？だからさっきの時ここでハングリーみたいなこと聞こえたのか。うわあ、食べているのは妻の肉なんだ。あー、なんか泣いてない？ああ、君は最後の最後になぜそんな愛を置いていったんだ。ちょっと悲しいな。男の日常を見るだけって、こんな日常、もうどっちの日常も見ていたけど、やっぱ非日常が日常となってしまうのは非日常じゃねえな。うわ、もうわけわかんなくなってる。洗濯物を持って、あ、歯磨きするの忘れてた。もう歯磨き先に2回あそこで押しちゃえばいいのか。うわ、これもう何？私が恐れるべきものは本当にこんなものか。もうこれ、木に目があるってことはさ、謎の生命体になってるわけだよね多分。私が、待て待て待て、本当に恐れるべきものは変化に耐えきれず必死に平常であろうとする、目を閉じ愚行を繰り返す自分自身ではないか。そうだな、これ右、おい、これ娘なんじゃないの？娘の最後のさ、メッセージ、最後言った言葉はそういうことなんじゃないの？血がたくさんこぼれてる、もうおかしくなっちゃってる。で、これで干しても干しても結局血のついた洗濯物ってことなんじゃねえのか。意味はない、もうそうだよな、もう草でもなんでもない。そしてここは草むしりでもなんでもない。これ何をむしってんだ、何の声だ今の、ピメレレって何の声だったんだ。そしてこれは娘なんじゃない。おはようパパ、私をバラバラにしてちゃんと全部燃やしてね。うわ、今まではってな、薪じゃなかったんだ、今までは、今までももう娘だったんだ。約束よ、娘と妻の約束を必死に果たしてて、あー、そんなの見たくないし日常だと思いたくないよな。最後赤くなってたのはやっぱり娘の足を手に入れた。上に行こう、墓か。命を弔うのは尊い行為である。そんな美徳がもう何の役にも立たないとしても、私は自分の意志でこれを続けるだろう。私がそれに価値を見出す限り。いや、どうしようもならない。もう美徳も何も本来はなくなってるはずだもんね。そんな何の意味もないっていう行為になってるんだもんね、この世界だと。理不尽だしね。でも、そっか。うわっ、化け物やん、あんな。夏になるとよく3人でここに来た。空はいつも快晴でよく飛行機が飛んだ。あれを見てたんだね。うわ、3人で本来飛行機を見ている場所だったんだね、ここはきっと。たとえ世界がどう変わろうとも、あの頃の思い出が消えるわけではない。うわ、これもしかして娘。パパ、怖がらないで、目を開けて私たちをちゃんと見てよ。自分の意志で私たちをちゃんと弔って。プリーズダディ、お願いパパ、お願い。あー、娘も何じゃ。あ、何してんの。あ、もう意味のわからない行為、意味のわからない行為一旦しました。何、生命命をさ持った車って、何ボブとブーブーズかよ。命を持った車って、お前ボブとブーブーズやってくれるかいみたいな。お前ブーブーズがお前妻と娘を殺したらありえないかんな。そんな朝の番組ノリスタでやってたら苦情殺到だからな。ノリスタでボブとブーブーズで、ブーブーズが娘と妻をさ殺すみたいなシーンあったら。これ娘はまだ、妻は喋れんのか。I love you more than anyone. あー、愛してるわあなた誰よりも。 I love you なんだが anyone つってたな。もう一回聞いていい？ちょっと妻の声を。 I love you more than anyone. なんか悲しくなってきた。なんかいつも通り、俺ここまでのゲームだと思ってなかったわ。
なんかよくあるさ、自分が妻と娘を殺したことをなんか薬で忘れようとしてるみたいな、そういう展開かと思ったら全然違う、世界がもうおかしくなってるっていう。これもう薪入れて火つかないでしょ、こんなと。なんで火はつくの？これもう全部命を持ってるってことなんだよね。床も壁もこの暖炉も。この男がやられてしまうのも時間の問題なんじゃないか。お湯で体を拭くときに使うとか、やかんか。やかん持ちまして、沸そう。確かにこんな化け物の火だったら4秒ぐらいでもう沸けるかもしれない。マナ娘が少しずつ燃えていく。私は何の疑問もなく信じていた。変わらない日常の中で、お前はきっと幸せになれるだろうと。悲しい。そうだよね。何の日常、何の変化もなくさ、それがさ幸せだったんだもんな。この男にとっても娘の成長を見れるっていう幸せ。どん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 成長してさ、喧嘩したりいろんなことがあるだろうけど、成長はしていって、パパ私この人と結婚するのってなって、うわー、その本来あったはずの幸せがなくなる。もう悲しい、悲しいよ。待って、めっちゃ悲しいゲームじゃない。なんだよこの化け物、全員殺してやれ。お前はきっと幸せになれるだろうと。そうだよな。そしてまた赤いのか、赤い。体を洗おう。いつもの行為なのか。非日常になっての日常だもんな、これが。うん。そして最後、歯磨いて寝るか。まあ、歯磨きの回数少ないと思うけどね、俺からしたら。もうちょっとした方がいいと思うよ。歯を磨く。これでどうなるの？もう今日で終わりにしよう。死ぬなよ、名もなき主人公。死ぬなよ。閉じていた目を開けよう。そして本当の明日を迎えよう。妻と娘を私として弔うために。寝ていいのか。待って、最後妻に会っておきたい、話しておきたい。I love you more than anyone. ああ、終わりたくない。真実、現実を見ようとしないでくれ娘。これもう何もやることないんだけど、娘、一緒に幸せな姿見たかったけど、ごめんな、守ってやれなくて。パパ怖がらないで、ちゃんと弔って。プリーズダディ。終わるか、これで最後なんだよな、きっと。現実を見ようとするってわけだもんな。ベッド綺麗、外がもうおかしいもんな、世界の色。これでどうなる。妻の肉を食い、娘を斧で叩き割る日常。それが日常となってしまったんだもんな。普通にもしゲームの始まりがこの一文からスタートしたとしたら、イカレ野郎のゲーム始めちゃったって思うけど、こうやっていっぱいのたくさんのストーリーをあった後にこの文を見たらもう全然違うね。そんなことしたくないけど、妻と娘のお願いであったんだもんな。私もとっくに化け物になっていたのか。わあ、そうか、そんなのが日常になってんのはもう化け物になってる自分だもんな。この狂った世界の一部になっていたくせに、それから逃げたつもりでいたのか。私はもう逃げられない。逃げる必要もない。かつては非日常だった世界が、友を呼ぶように、私を呼んでいる。その世界に、とうとう返事をする私の声は、震えてはいなかったはずだ。大丈夫。多分、明日も晴れるのだろう。いつも通りに。As usual。って言ったか今。お父さん、パパの声、この名もなき男の声も入ってた気がすんだ。三人家族でいつも通りにって最後言ったのか。そして現実の世界に、ああ、妻と
娘のお墓を作ったんだね。終わった。あー、なんかすげーゲームだった。制作者さん、ありがとうございました。なんかものすごい考え、はっ、鳥が飛んできた。うわー、何最後の狂った世界の中でもいつもの日常に戻っている部分もあるよっていうことを言いたかったの。何今の、もうなんか悲しいゲームだけど考えさせられるゲームであり、ちょっと怖さもあってと。いや、なんか、え、何これ、なんか、え一本の長いお話見てた感じ。すげえ面白かったわ。ちょっといつもの俺のわーわーギャーギャー、わーわーわー、うるせえバカ野郎ボケーみたいな感じのあの実況とは全く違うスタイルだったな。いや、こういうゲームもいいね。いや、制作者さん、ありがとうございました。皆さんはどうでしたか。皆さんはちょっとね、バカだから考えられなくて最後の最後にいつもの俺に戻る急なディス。これも私のいつも通りの日常です。何言ってんの？